みなせ川は、大阪府の高槻市及び、三島郡島本町を流れる淀川水系の一級河川。大阪府三島郡島本町大択の釈迦岳に、源を発し高槻市川久保で支流の西みなせ川と合流し、府道79号線としばらく並行して流れるが、途中で、島本方面に流れ出す。島本町に再び入ると、すぐ釈台ダムがあり、そこから、 山吹渓谷となる。山吹渓谷は、この水瀬川の渓流に山吹の花が咲き誇ることからこの名前になった。水瀬渓谷とも言う。山吹渓谷を抜けると、下本町尺台に入る。尺台には、尺台漁業共同組合があり、アマゴニジマスを釣ることができる。10月から5月の中旬まで釣りができる。かつてアユの友釣りもできたが、 稚魚が流される事態が起きたため現在は、アユの友釣りの営業はしていない。また、イワナも養殖しており、放流はされないが稀に釣れることがある。釈大集落内は、全域が管理釣り場となっている。釈大大橋を抜けると、不動734号線と並行して流れるが、瀬川の谷が深く峡谷となっている。その後、新池の溶水と支流の清水谷川と合流して、 さらになんか、東大寺に入る。そして、名神高速道路をくぐり、支流の滝や川と鈴谷川の水を含んで、大阪府三島郡島本町広瀬で、桂川に注ぐ。なお、下流は、年中通して枯れていることが多いがこれは、水量が少なく、地下水となって、桂川に流れ込んでいるためである。水瀬川は、万葉の昔から歌に読まれてきた。ただし、 水瀬川とは本来は、表面には、流れは見えないが、地下に、水が伏流している川を意味する普通名詞であり、忍ぶ恋を象徴するものと考えられている。ところが、平安系に、遷とされて、山陽道がこの川の近くを通るようになると、水瀬川のイメージが変質し、11世紀に、農院が、農院歌枕でこの川を、山城国の歌枕として取り上げていこう。 南瀬川が特定の河川を指す歌枕になったと考えられている。本校の南瀬川は今日の理解においては摂津国に属するが、南瀬川に近い山崎に山城国の国府があったことや、当時の河川の流路や国境線が後世と異なって流動的であったことから必ずしも農院が誤った記述をしたとは限らない。実際、平安時代の科学書を見ても、 藤原の金、五代衆歌枕は、摂津国、藤原清介、和歌諸学賞は、山城国と記載している。笹川博士、歌枕と、名所意識 ISBN978 から4から90万2084から87から、礼、ありがとうございます。